しぶり。元気にしてた？え、みなえ、久しぶりだね。元気だけど、急にどうしたの？同窓会とか？やっぱり知らないんだ。さすが貧乏で陰キャの勇気は違うね。はい？中学時代から全然変わってないよね。私のこんな大事なニュースも知らないとか、やばくない？何の話よ。私の結婚の話とか、誰にも聞いてないの？普通聞くよね。話題に乗り遅れすぎじゃない？話題っていうか、誰ともそんな話してないし。ああ、そっか。中学時代友達いなかったもんね。ご結婚おめでとうございます。ね。何が言いたいの？そうそう。結婚式の二次会に来ないかなーと思って。来るでしょ？地元でやるし、みんな集まるし、来なよ。え？結婚式の二次会に？私を招待してくれるってこと？そうだよ。もちろん結婚式には招待しないけどさ、二次会は盛大にやろうってことで、大勢誘ってるんだよね。中学の仲間もいっぱい来るし、あんたも来なよ。そうなんだ。でも嬉しいけど、やめておこうかな。はぁ？何言ってんの？あんたみたいなジミコが、私の誘いを断るとか、論外だよね。私の結婚式の二次会だよ。招待されて嬉しくないわけないでしょ？嬉しいんだけど、中学時代ってあんまりいい思い出もないし、みなえの言う通り、友達と呼べる人もほとんどいないから、参加しても気まずいだけかもしれない。それは言えてるけど、自分を客観的に判断できてて偉いじゃん。そういうわけで、お誘いは嬉しいけど遠慮させてもらうね。それなら、誰か連れてきていいよ。え？いないだろうけど、彼氏とか？気まずいならとりあえず自分の友達とか彼氏連れてくればいいじゃん。うちらはみんなで集まりたいんだからさ、来てくれないと困るんで。そんなに？みなえが私にそこまで声かけてくれるなんて意外だけど。いいから来いって言ってんの。私の命令に逆らえると思ってる？命令って相変わらずだね。いいじゃん、一昨年の同窓会以来だしさ、クラスみんなで集まりたいって言ってるんだから、空気読んでよ。そこまで言われると断るの申し訳ないね。じゃあ、旦那連れて参加しようかな。は？旦那？何？妄想上の旦那ってこと？そんなわけないでしょ。私、去年結婚したのよ。ありえな！てか、全然知らなかったし。どんだけあんたの認知度低いのよ。結婚式も親族だけでやったし。派手なことは何もしてないからね。さすがジミコ、陰キャは考えることが違うね。それとも貧乏で経済的に苦しかったとか、そういうこと？そういうことじゃないけど。まあどうでもいいや、興味ないし。じゃあ場所送っておくから。ああごめん、お相手の方の名前も教えてもらっていい？え？いいけどなんで？ああ、うちの彼はエリートで大手企業に勤めてるんだよね。この地域じゃ誰も知らない人いないような企業だよ。だから、あんたが奪おうとしたって絶対無理だからね。え？そんなことしないよ。お祝いの宛名を知りたかっただけ。まあ、どんな相手でもあんたに奪うとか絶対無理か。その見た目だしね。私だって結婚してるんだし、昔みたいに失礼なこと言わないでよ。それじゃあ当日にね。みなえ、一応ちょっと早めに来てみたんだけど、まだ誰もいないのかな？というか、今日は二次会の予定なんてないって言われたんだけど、私、日時間違えた？うー、マジで言ったんだ！え？どういうこと？出席する気だったんだね、本当に。マジでウケるんですけど。これはネタだわ。よくわからないんだけど、その会場の出席者はゼロ人だよ。誰もそっちには行かないから。どうして？そっちってどういうこと？まだわかんないの？あんた罠にはめられてただけだよ。え？じゃあ最初から私のこと招待してたつもりなかったってこと？当たり前でしょ。なんで私があんたを結婚式なんかに誘うのよ。ちょっと面白いかと思ってやっただけなんだけど、やっぱり中学時代から貧乏で陰キャのあんたは大人になっても変わらず面白いね。まだ中学生気分なの？
自分の結婚式の日に、こんなことして楽しい？嬉しい？今、中学のメンツでみんなであんたからの LINE 見て笑ってるよ。こんなあっさり騙されて罠に引っかかるなんてありえなすぎる。そっか。そうやってみんなで笑い物にするために騙したんだ。信じた私がバカだったね。大人になったのかと思ってたよ。久々中学メンツで集まるから、ジミコをからかってやるかってなったのよ。相変わらずうちらにネタを提供してくれてありがとう。ガチで誰もいない式場行ってて、ウケるんですけど。お前ら、全員終わったね。へえ？中学時代と同レベルのことして楽しんでるけど、私はもう大人になってるんだっつーの。あんたのくだらない遊びに付き合わされたのは失敗だったけど、これで復讐のきっかけになったわ。ありがとね。はぁ？何言ってんの？意味わかんねえし。すぐにわかるよ。ごめん。もうすぐそっちに着くと思うんだけど、大丈夫かな？結構遅くなっちゃって悪かったよ。仕事がなかなかまとまらなくて。今日、結婚式の二次会だって言ってたでしょ？え、そうだけど、もう始まってるんじゃないのか？あれ、嘘だったみたい。はぁ？前に言ったよね。私、中学時代目立つ女子たちに嫌がらせされてたって。それもその続きだったみたい。何言ってるんだ？何かされたのか？結婚式の二次会に招待されたから勇気出して来てみたけど、実際は全然違う場所を教えてきてたんだってさ。え？なんで？中学の仲間で私を笑い物にするためだって。だから結婚式の二次会はなくなりました。ありえない。人の予定を何だと思ってるんだ。その女が斉藤の嫁なんだな。うん、そうなの。俺の嫁をここまで見下してバカにするなんて許せない。後悔させてやるよ。とりあえず今向かってるし、迎えに行くよ。どこにいる？最寄り駅で待ってるよ。わかった。10分ぐらいで着くから。ありがとう。どういうこと？何が？うちの旦那に上司から連絡来て、なんか変なこと言ってるんだけど。あんたの名前も出してたって言うんだけど、あんたなんかしたの？知らなかったみたいだけど、私の夫は超有名会社の社長をしてるのよね。え？あんたの夫の会社の社長だよ。は？あんたの周りの取り巻きたちも、うちの夫の会社の取引先に勤めてる人が多いよね。だからさっき言ったでしょ？あんたらみんな終わりだねって。どういうこと？意味がわからないんだけど、ゆうきの旦那が社長とか嘘でしょ？こんな嘘ついても私にメリットないから。それに、旦那さんに会社から連絡来たっていうのが証拠でしょ？うちの旦那、相当怒ってるから。はぁ？じゃあ、本当なの？うちの旦那は桜井隆二、桜井コーポレーションズの社長だよ。はぁ？本当に？あんたの結婚は私も知らなかったけどさ、私の名前が桜井に変わってることも知らなかった？なんでそんなセレブとあんたが結婚できるのよ！あんたはただの地味なオタクだったでしょ？それであんたたちには随分笑い物にされたよね。おかげで勉強するしか時間の使い道がなくなって、勉強に集中できるようになったのはいいことだったけどね。勉強しかできない見た目も地味なあんたが、なんで？人生って不思議なもので、真面目に生きてると必ず見てくれてる人がいるのよね。そんなわけで今は旦那さんに愛されて幸せに暮らしてます。見ないから連絡来るまでは、あの屈辱的な中学時代のこととか、すっかり忘れてたよ。復讐のきっかけをくれてありがとね。復讐って一体何をするつもりなの？旦那さん今すぐ会社に来いって呼び出されたでしょう。うちの旦那が大激怒で事情を聞くつもりらしいよ。そこまでするの？たかが嫁のために？今日は私と一緒にあんたの結婚式の二次会に参加するために仕事もなんとか切り上げてきてくれたんだよ。結局くだらない遊びに付き合わされただけだったけど、他人の時間をゴミだとでも思ってるの？そんなこと思ってないわよ。私はそんなこと、そんなつもりじゃなくて、みんなでちょっと面白いかなと思ってやっただけで。あんたの仲間たちも私の夫を敵に回したと知って大慌てなんじゃないの？
この地域ではうちの旦那の名前を知らない人なんていないもんね。だから旦那は逆に地味な私に惹かれたみたいだけど。意味がわかんないんだけど。旦那に聞かれたから中学時代に私に嫌がらせしてた奴ら、リストにして渡すことにしたから。はぁ？昔やったことのツケが回ってくるタイミングが来たってことよね。あんたは主犯格だったから、一番地獄を見せてあげるね。地獄って何よ？なんでそんな物騒なこと言うのよ。自分が今回やった大人げのない行動や、中学時代私にしたことを思い出してみたらどう？だけど、そんなに怒んなくていいでしょ？もう終わったことなんだよ。また持ち出してきたのはそっちでしょ？私は忘れて幸せに暮らしてたのに、こんなくだらないことして。中学時代の嫌な思い出を思い出させて、さらに嫌な気分にさせた。それに今日ここまで来たのだって、ただじゃないのよ。ごめんって、そこまで切れると思ってなかったのよ。私が怒ることなんて想像してなかったんじゃないの？それとも、私が切れてもどうでもいいと思ってた？っていうか、旦那があの桜井社長だったなんて知ってたら、こんなことしなかったのに。そっか、でももう遅いね。後悔しても、やってしまったことはやり直せないから、素敵な結婚式になったみたいでよかったね。これからは、地獄の毎日が待ってるよ。その後、みなえさんの旦那さんは、ゆうきさんの旦那さんである社長に問いただされて、タジタジだったのだとか。旦那さんは事情を知らなかったらしく、社長の話は寝耳に水。嫁を見る目がなかったなと、最終的には同情までされて帰宅し、みなえさんと大喧嘩になったのだそうですよ。周りの友人たちも、ゆうきさんの旦那さんからの圧力で上司から叱責を受けたそうで、みんな続々とみなえさんとは関わるのをやめていったんだとか。みなえさんのお父さんも桜井さんの関連会社で働いていたそうで、事情を聞いて娘の失態に呆れてしまったのだそうですよ。家族にも呆れられ、新婚なのに夫婦間は冷め切ってしまい、幸せとはほど遠い生活を送っているようですね。ゆうきさんにも助けを求めたようですが、一切相手にされず、そのまま離婚決定で絶望するしかないのだとか、余計なことをしなければよかったと後悔しているようですが、気づくのが遅すぎたみたいですね。